はい皆さんこんにちは歴史に講師の森山ですえー、今回は、えー、携帯手法書士を使ってどのように、えー、合格をすることができるのかあその使い方等についてお話をしていきたいと、えー、いうふうに思います、えー、携帯手法書士は、えー、ご存知のようにですね非常にこう薄いテキストになっておりますえー、ミニマムな情報を詰め込んでですね、えー、コンパクトに学習することができます。 で多くの方っていうのはやはりこう厚いテキストと戦ってですねべて吸収できずになかなかこう基礎も身についてないぞということになってしまいますですからコンパクトに詰め込んだこの教材を使って学習をですね確実に自分の知識にしていただきたいというふうに思います。 逆にですねあまりにもコンパクトなもんですからあこれでどれぐらい点数が取れるのだろうかというふうに心配される方もいると思うんですけれどもズバリこの書いてある情報そのままですね、えー、引き写しただけで、えー、午前の部であればあ35問のうち27問、えー、取ることがでできますす、えー、基準点をですね、えー、超えることができます。 でこれはです、ね、そのまま引き移しただけでということはどういうことなのかということなんですけれどもまず、こちら画面にです、ね、今年の本試験平成29年度本試験第2問を載せてあります、写してありますねこちらが午前の部では一番正解率が低い問題まさに正解率が22%ということになりますから、まあ、多くの人が間違えてしまったという問題になりますけれどもこちらもきちんと解くことができますね。 選択肢の「を」を見てください新たに租税を課すには納税義務者、課税物件、課税標準税率等の課税要件のみならずその負荷徴収の手続きについても法律または法律の定める条件によることを必要とするというふうに書いてあります。こここちちららででですすすけれども携帯書,書誌ではこの財政という分野ですねこちら項目がが作ってありますが あこちらの括弧1これと全く同じ文章、まあ、あちょっと文末とか違いますけれども、えー、なっていますからあこちらでですね、えー、これが丸ですよというふうに理解ができるかな判断できるかなというふうに思いますね。そうするとこれが丸ですから「あえーと」と「お」それから「あい」と「お」になりますけれども「えー」。 公の支配に属しない教育の事業に対し公金を支出することは憲法違反だというふうに書いてありますがこちらも携帯証書紙のこちらですね公金の支出のところでそのような公の支配に属しない教育などの事業に対して支出してはならないというふうに書いてありますからこちらがですねやはり る、えー、ということが判断できるかなというふうに思いますそうすると正解があ5番こういうふうにわかりますよねで、えー、これがまあ正解率が一番低い問題ではありましたけれどもちょっと会社法についても見ていきましょうか、えー、会社法でもですね、えー、多くの方から質問があったのがこの第34問になります、えー、この第34問組織変更ですがあ、えー、一番の選択肢 組織変更する株式会社の新株予役権の新株予役権者は当該株式会社に対し事故の有する新株予役権を公正な価格で買い取ることを請求することができるというふうに書いてありますが新株予役権の買い取り請求まで手が及んでなかったという方もいると思うんですけれどもこれもですねちゃんときちんと書いてあります。こちらを見ていただくとですね えー、株式会社が持ち分会社に組織変更した場合株式の買い取り請求権は認められないただ新株役権買い取り請求は認められるということですよね。 もうこれでで正解が出せるわけですでそれからこちら見ていただければ株式会社が組織変更する場合当会社の当株式会社の新株盟権者は当該株式会社に対し新株盟買取請求権を行使することができる「丸ですねこれ予想問題ではありますが今回の第1問第選択肢の1ですねこれと全く同じ予想問題が作られております。 でえーまあ、ずばりそのものというのはこんな感じできちんと結論が書いてあるものに関して、えー、27問分、えー、取ることができます。えー、もちろん、えー、合格するためにはあのそれでまあ基準点を超えるんですけれども私としてはもう少し択一で稼いでいただきたいというふうになります。で、えー、それがじゃあ取れないかというとそうではなくて今お話をしたのはまさにこうずばり、えー、暗記してるだけで取れるものですからもちろん行間を理解して、えー、基礎知識ですねその、えー、あくまでもまとめ本ですからあその前提となる理解が あればもちろんもっと取れます、えー、午前中であれば三十問ですねこちらは取っていただきたいというふうに思っておりますそのためにこう基礎理解を積んだ上でこのような要点を踏まえたまとめ本の方を使っていただけた方がいいかなというふうに思います もちろん今回私はですねこの携帯証書士の速攻チャージ速攻プラクティス講座こちらを行いますのでその行間の部分あるいはその丸暗記にならないような理解の部分ですねあるいは今言った新株や券は買い取り請求できないとかあそんなことで,すあできるとかそういうことをです、ね、丸暗記に頼らずにどうやって理解して覚えればいいのかそのような部分についても講義の中ではお話をしていきます。 で今午前中についてお話をしましたが、午後のところではですね、この7月31日の速攻速攻合格法、こちらのガイダンスのところで、午後の分についてはどのように利用すれば何点取れるのかという戦略などについてもお話をしていきます。またこちらのガイダンス公開講座については後日ウェブ配信されますので、ぜひこちらもご覧になってですね、この講座 これを使ってどのように合格するか理解していただいて是非合格を目指していただければと思います。それでは皆さんのですね公開講座のです、ね、視聴それから講座の受講お待ちしております。一緒に頑張っていきましょう